今回の台湾旅行を終えて何か感想はありますか？いやまた来たいね。まあちょっと太りましたよ。だいぶ食べ物が美味しかった。やっぱり街並みが、日本の昭和時代の雰囲気で、だから異国へ来てるイメージがなくて、すごく馴染みやすかった。お腹いっぱいになりましたか？お腹いっぱいです。バオラーバオラーバイバイ。おはようございます。おはようございます。Thank you. いいね。日本人にしてみれよ、これ。一年中夏で。爆发超猛，基本上他是完全就是，其实他不会讲中文啊，但是他有练习很多啦。那但是他真的出国就是完全没有在怕的，什么都可以自己找自己弄，超佩服。所以有时候我走在后面都没什么问题。说他是新医生。台北駅を外から見てみた感じどうですか？すごい大きいね、建物が。すごい。でかい。外から見てもそう、中もさ、すごい天井高いじゃん。びっくりだよね。我在帮爸爸妈妈拍照。好啦，中午到那个台铁二楼这边，应该是威风广场是吗？这边吃台菜，这是他爸爸选的。哎，对对，我给他拿。然后他刚好帮我们安排在这个边边的位置，可以看到车站大厅。哒哒哒，他都在忙着。哇，来ました！すごい、たくさん食べましたね。排骨面、大卤面、锅贴，然后青椒牛肉炒饭、木须面、木须汤。那一个，紫菜汤吗？青菜紫菜。豆干、炒青菜。はい。いっぱい。そう。あと、小籠包まだ来てない。高すぎずに、美味しいもの。素晴らしい。ちゃんと家でよく使ってたから、覚えてるね。ジェゴゾカイ。大体この家でこの通れない時は、このベイユが俺の高い。どいたーって。もう急いでっていう時に、怖いでん、怖いでん。台湾に来て食べる量が台湾人みたいな。ね、なんかもう食べたくなっちゃうよね、いろいろ。他们整个爱上卷饼。台湾のテーブルはこんな感じ？そう。なんかそう定食の感覚あまりなくて、とりあえずたくさんおかず出されてご飯と食べる。キュウリが入ってる。自分でこんだけの味を出すチャーハンあんまりない。そんなに嬉しいですか？大家さん、我说台湾又便宜又好吃，不胖根本不可能。美味しそうです。なんか香り、いい香りがする。お米がパラパラです。好吃吗？好吃。食べた。私もちょっと食べてみたい。なんか無心スタイル。マジ？我们之前还为了怕店员就是不好收，用一张卫生纸把所有的卫生纸都包在一起。さすが。OK。優しいですね。お腹いっぱいになりましたか？お腹いっぱいです。バオラバオラ。すごい、すごい、めっちゃ頼みましたね。パンパンでございます。台湾に来て本当に食べる量も台湾人みたいになった。そうね、普段こんなに食べないからね。美味しかったです。今回の台湾旅行を終えて何か感想はありますか？いやまた来たいね。まあちょっと太りましたよ。だいぶ食べ物が美味しかった。やっぱり。で、あとほら
昨日の270周年、あれはめったに見れないでしょう、で多分台湾に住んでる人だって見てないかもしれない、すごくラッキーね、普段も来ないです多分なんか旅行運が良かったんですよね、そうだ、10分行った時も電車が来たし、ね、ちょうどよく通ったし、ね、あれ爆竹の激しさ、私も初めて見ました、確かにうわーと思って、ね、周りの係の人がすすで喜んでたじゃん、あれだからあの爆竹のちょうど目の前に立ってる人が一番真っ黒になってて、神様 の、あの守りがあるからそれでも耐えられますよみたいな感じで、そう、あの人でもすげえかわいそうだった、なんかずっと無表情で背中でこうガチャガチャガチャってなってる、あんな真っ黒になっちゃってなんか死んじゃいそうになってる、よかったね、あれ見れて、ラッキーでした。何が一番印象的だった？やっぱ印象的だったのあのバクチカ、あとはルーローハン、あれは美味しかった、あれね、他は今回どうだった、台湾来てみて、街並みが日本の昭和時代の雰囲気で、なんか異国へ来てるイメージがなくて、すごく馴染みやすかった、料理も美味しいし、おかげですごい太ってきたこのお腹どうしようって感じだったエリーも台湾に帰ってきたら揚げ物いっぱい買って帰ってくるからね、揚げ物大好きだから、あとね、やっぱりトイレ事情は結構ね、戸惑ってたんですよ、それさえなければね、全然いいんだけど、トイレはやっぱり戸惑わない、何していいかどうかも分かんないし、一応ゴミ箱に続いた方が安全かな、場所ごと違うので、なんかそこに貼ってあるものを読んで、ああここはこうねみたいな感じでやってます、それがちょっとって、やっぱそれ以外はね、じゃあこれから2人はまた空港に向かって飛行機乗って帰りますよ、バイバイ、また来ます、サイチェン、サイチェン、サイチェン、はい、いやもうバイバイ、日本に帰って、はい、あと風邪ひかないようにバイバイ、また日本でお会いしましょう